こんばんは、メガトンです。サティスファクトリー、前回の終わり際はハードディスク、ハードドライブをやってんだよね。あと6分でございます。あと6分で、あとこれの研究もできるんだよね。布地作っとこうぜ。で、これが結局集まんなかったのか。布地がなんだっけ、布地、あとこれか、菌糸類からバイオマスが作れるようになったと。で、布地が、菌糸類と葉っぱ、研究いくつ使うんだろうね。葉っぱ15個出して、まあ作っとこうか。布地、はい。ん、これはバイオマスは菌糸10個で10個か。あんまりコスパ良くないね。またコスパ換算かっていう。はい、布が12個できた。まあ多分研究で使えると思うんで、とりあえず入れとくか。いや、でももう終わるような、あと5分ぐらいで、起動エレベーターに突っ込んでんだよね、今ね。あ、いや、溜めてんのか、今これで溜めてるので、21個と16個で、これをおそらくそこにつなげるんだよね。裏側、あ、どこだ、どうやってみんなこれ、はい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 、あー落ちたみたいだね。ちょっと見てくるか。裏だっけ、どこだっけ、これ、ここか。あーれちょっと場所良くないか。あ、またあいつらいるね、儀式してるね。あれ、あんまり足速くなんないね。この前マシの速さめっちゃ速かったのに、あまり威嚇してこないね。で、どうしよう。まず電源入れて、で、つなげますか。起動エレベーターに鉄板が必要だ。鉄板54枚か。2個目のマイナーとあれ用意しないとダメかもね。あの、交渉あるから、あそこに。あと2つあるから、鉄板、作んないとダメかもな。まだいっぱい入ってんな。こっちはこれだけか。やべえな。あ、でも多分1個どっか1個なくなってまとめて落ちたんだろうな。まだ入ってんね。38 45 14、はまっております。35、これか。あれ、あれ、嫌な、あ、超えてんね、ここ。もう1台か。マジか。足りる？足りるね。マジか。どうやって合わせればいいの、これ。こっちじゃなくて、こっちに合わせたいんだ。こう。これでいい？はい。まあ仕方ないな。はい、これで、91個か、半分入れてガッチャンと。へい。で、鉄板いくつある？158枚、足りるんじゃないか。つなげちゃうぜ、起動エレベーターに。いくぞ。ぐーっと曲がるのか。しょうがねえな。あれか。ここ？で、真ん中に入れますか。この辺。これ。で、もう一個の方。これ、多分ね、石炭だから貫通すると思う。貫通するそういうなんかシステムの裏をついた的な話だけど、多分大丈夫。ここまで。うん、いつかなくなるものだから多分貫通できるんだ。なんか銅があそこあれだっけ、貫通してるけど、それも多分あれ石炭なんだよね。多分貫通する。はい。で、これがローター、ローターと、強化鉄板。
出てきました。でこれがここに入ってで全ての数が揃ったらガッチャンできるってことだよね。これがああまあそれまでもあと75の50年余計な部分が吸い込まれなきゃいけるな。もうまだらだまだらだ。で研究終わったんじゃねえか。そろそろハードドライブの中身一体何なんだろうか。研究ティアが増す。はい、あと1分でもうちょっと、もうちょっとです、もうちょっと。で時間が経たないとこれかこの2つか、まあ、次の研究とかやっとくか。10個カラーガンやっとく。カラーガンコンベア壁やっとくか。鉄板あそうだから鉄板やろうぜ。やっぱマイナーが掘削機が必要。携帯掘削機なかったっけ。入れてねえな。携帯掘削機違う、携帯用最高機いける。はい、とあとコンクリが5、ロッドが5、あ安い。でスメルターが分割も必要なんだよな。鉄板までしちゃいたいよね。製作機がリンホースか。リンホース作ってないとダメか。リンホース奪ってきてもよかったんだけどね。また作っちゃおう。6個ぐらい。はい。で、あと分配とかも必要になるんだけど、ケーブルと鉄板か。鉄板が足んねえけど。1分経ったべ、多分。とりあえず見に行こう。消えてる。さあ、何？は？何ですか？好きな報酬を選んでください。選ぶ系だ。何これ。確定を押さなきゃ大丈夫だよね。設計図。おっと、あ、だから、これを選ぶと、ロッドを返さなくてもネジが作れるんだ。インゴットから直でネジになるって話？っていうこと？これは、鉄のインゴットが、鉄鉱石と銅鉱石からでき、インゴットってもともと2個必要なんだっけ？ちょっと待って。インゴットってもともと、スメルターに待てどういうことあれ、あの報酬インゴット、俺1個でインゴット1個もうなんだ、わかんねえぞこれ。だいたい鉄のワイヤー、鉄なんだ、ちょっと待って、わかんない、なんだこれ。とりあえず適当に選んでいいかい？これ、はい。ほう。まあ、とりあえず設計図をサルベージした。わお。どういう意味のやつ？だから、組み立て機にインゴットからネジっていうのが追加されてるんじゃないか説が。いや、ロッドだ。おお、ちょっと待って。どういうことあれ？あれ、何だったの？何だったんだろうね。逆にネジからロッドが作れる？なんだ？違う、ここはロッドを作ってたんだよな。待て。ロッド。ネジ、これロッドからネジ作ってる。どういう意味。あとさ、ワイヤーが鉄のワイヤーって書いてあったよね。鉄のワイヤーってなんだろうね、あれ。いや、わかんねえから進もうか。なんか書いてある。ハードドライブアナライシス。
データオンザハードライブハズビーンサルベージアンドキャンビーなんとかアンロック、はい、レシピがアンロックっつってるよね。レシピだからさ、やっぱりなんかできるようになったんじゃないの？レシピっつってるもんね。あ、ここアンロックって、あ、これだ。あははは、そういうことね。あれをやった後ここでやんないといけないんだ。マイルスを選択、インゴットを50個いる。インゴット溜まってる？溜まってる。はい、あれ、なんでここ減ってたんだ。俺奪った、こっからちょっと覚えてねえけど。でこれをやるとネジがなんか変わる。あれ持ってったじゃん。入れた、自爆でネジ、あ、インゴットからネジいける。あ、これ前提が覆るよ。ロッドにする必要がない、ロッドがいらない、ロッドはロッドで欲しい、ネジの分配は必要、ロッドが分配がまずいらなくなる。よし、やっちまうぜ。これいらんでしょ、まずこれいらんでしょ。直で OK。 ずれたよね。これ OK で、でここにこっちを選び、あれ帰ってきた？入ってたやつって、あ、出てんね。鉄の音がうんたらかんたらって、多分俺の手元に入ったね。でとりあえずネジぶっこもう。どうするといいんだろうね、これネジ入れちゃった。はい、でインゴットをぶっ込めばいいから、インゴットはねこれなんですわ。これをクロスさせてそこ、マッチ、ロッドか。これを取ってまず取っちゃう。制作機が一個この上だね。この上ジャンプできない。はい、なんか勝手に動く、なんかたまにね勝手に動くんだよね。落ちちゃったよ。まあしょうがねえが、こんな感じで置く。不正です。不正か、そんなつもりはないんだが不正か。あれ、これロッドだっけ。ロッドか。うわー、いろいろと問題が起きてます。いやロッド、これ離さないとダメだな。もっとこれ取んなきゃダメだ。一回こんなことやってる間にさ、あの菌糸類のさやるか。菌糸類の研究だけやっときたいよね。布地か、菌糸類じゃねえや、布地だけやろう。布、はい、よろしく。7分ね。でここに組み立て機、これで OK、 これだよね。でこれがネジ、じゃあロッド、ロッドあそこに入れるんだけど、一回入れる、貯蔵に一回入れますか。電気取ってないね。貯蔵に一回入れて、乗ってね、乗って。
所蔵あれだよね、あれだからちょっと曲げる、この感じ。はい、はまった。あ、おお、こういう やり方やってはダメだよ、動けなくなります。完全にはまったね、ベルトと一体化したわ。あれ、ほい、ロッドが来る、貯める、で、あそこと、まあここまで OK なんで、どうしよう、1個置いた方がいいか、大丈夫だな。こうで、これがトイ、他の設備の領域、こいつか。どうしよう、取っちゃうか。ポール、ここ。ケーブル、ポール必要だろこれ多分。こんな感じ。こう。あれ？2番これと、あれ2番これと、あ、遠いのこれ、他の設備の量、え、ケーブルとケーブルがつながんね。お、つながってた。なぜだ。はい、こう、 OK で、インゴットをぶっ込む、インゴットがそこから出てくる。はい、届くかね。他の設備を、他の設備、ここ、これかな、この角が邪魔なのかな、だから一回左にずれなきゃダメってことかな。同じ OK。 さあこれで、ネジもバンバン作られる。うん、万全を期すなら一回貯めた方が良かったんだろうね、ここに。分岐する前に貯蔵を置いた方が良かったんだろうね。まあまあまあ、まあ、そこら辺のセオリーがだんだん分かってくると思うんで。ノーパワー、ノーパワー。電柱どこだ？ノーパワー。え、いや、繋がってるぞ。これがノーパワー、これがノーパワーだ。これと、これが、はい。OK。さあ、行ったかな、動いてないやついるか？いた。足んない？はい。あ、ロッドからシャード取っちゃったんだな。シャード大丈夫？ロッド、ロッド。ロッドこれか。ネジだった。あれ、ロッド。ちょっとこれか、ずらしたから取っちゃったんだけど、今3分割きれいにしちゃってるから、多分鉄あれだね、俺の方が今供給量遅いよな。あ、でもここはマックスだな、入れとくか。あ、これ1個取ったからあれか、電力量下がったのか、大丈夫かな。まあまあまあ、あと余裕がある。いや、そもそもとしてマイナーの掘削時間だよね、1分間60だったよね。そこら辺の基本の仕様を知っておこう。1分間60、はい。あと分割する時のタイムラグだよな。で、3分割してて1分間30だから、やっぱスメルター2台分なんだよな、マイナー1個に対して。まあそれはいいか。はい、で、研究どうだい、
あと1分。あとやっとくべきもの、まあ、基本的にはやっぱり軌道エレベーターにあれがたまるのを待つ感じか。で他はなんか動いてなくね。ここ、これなんだ、これ鉄板が、あ、動いてるわ薄くて見えなかっただけだやれてるよね。生産が止まってる。ん？あ、ネジが来ないからか。やっぱネジな。そっか。ネジネジネジ。溜まってるんだったら手で入れた方がいいね。ネジ。はい、入れた。あとアイテムがなんかちょっと多いな。ロッドしまっとこうか。ロッド、これか。いらないやつしまっておきたい。まあいいか。で、燃料がないね。落ちたよね。どうなった、ここ結構減ってんな。はい、オール。バイオマスバーナー、俺4つ置いたんだっけ、向こう。4つか。5しかねえ。なくなっちゃった。空っぽ。はい。ガッチャン。5。はい。50。50。はい、半分。50入れて。いやー、ちょっとまたあれだね、少し燃料補給の旅に出ないとまずいかもな。で、しまっておきたいやつ、石灰岩はいらねえだろ。コンクリは持ってないとダメだけど。あっちか、入るかな。そろそろいっぱいになりそうな気がする。やばいこれ。あ、やばいこれ。あ、どうすればいいんだろうねこれ。しまうか。いやしまう。木、石やべえな。金糸類、ネジ500ちょっと多すぎじゃないこれ。なんでそんなんのっていう。これいけるな多分、もうこの数だったら。ネジ500、半分入れよう。はい、パッチ入れる。さあ、いくつ溜まったかな。どこでもいいんだよなこれ。まあでもせっかくだから正面から。ほい。一回冒険に行けるかな。じゃあですね、荷物を置いてまた行けるとこに行ってみようか。布地終わったかな。終わったね。はい、布地の分析完了しました。確定、何も出ないね。はい、ファブリック、スーツタブル、スータブル、クリエーションオブパラなんとか。クリエーションって出た、こっちかな。装備品違った。結局研究からまだこっちでやる感じ。パラシュート、パラシュート、空中で使用すると落下速度を軽減する消耗品ってなってる。スロットが銅って書いてある。パラシュート作ってみる。鉄板100で研究できます。鉄板100、はい、
で、研究を終えて、アラシュート何すんだろうね。鉄板、ロッド、ワイヤー、はい、いきます。自爆パラシュート、こっちかな。あった。何すんだろう。消耗品なの。消耗品って書いてあったよね。布地が10。なんかいつもと音が違う気がする。いや同じか。布地、キノコと葉っぱだよね。でキノコここから取れんで取りましょう。左、あー、燃料、これ、はい、左クリックで武器なんで、右クリックとかであれかね、ここに入ってるやつ使うのかな。操作が、うん、これで37、布作れっかな。これで布、はい、10だっけ。さあどうなるかな。パラシュートね、はい、パラシュート10個作れる。消耗品1回で5できる。はあ、で装備品作業場設定、はあ、ははあ、パラシュート高いところから飛び降りる。高いところから飛び降りてみる。高いところから、これ以上は登れない。あんま高くないけどやってみるか。多分右クリックだと思うよ。はい、あ違うちょっと待って、右クリックじゃねえな。うーん、なんだ空中で使用すると落下速度を軽減する。お？ちょ、待って、使い方、コントロールわからんね。ターン、WSD、ターンライト、これ何、回転？あ、これだ。十字キーで変えられるんだ。ははは。ジャンプ、ビークル、ハンドブレーキ、スペースバー、よくわかる。プライマリーファイヤー。で、セカンダリーファ、右クリックだよね、普通に考えれば。これだよね、セカンダリーって。やっぱ右クリックでしょ。右押してます。低すぎた？あれじゃあ。この高さじゃダメか。そういうもん？上行ってみるじゃあ。行ってみる上。ダメなんだっけ？鉄板が足んねえか。ダメだ、無理やりくっついてんな。鉄板足んねえか。まあ、とりあえず装備してるんで、しかるべき時に使うでしょう、パラシュート。まあお守りみたいなもんだということで、その瞬間俺がちゃんと右クリック押せるかどうかっていう、まあ、そこにかかっております。 OKOK で次のお話、研究記事の話は終わりだよね。だからやっぱりこの異生物広角っつうのとハードドライブを見つけなくちゃならん。あと2つあったもんね、あの代替物なんだろうね。まあ、あれはレシピが飛ばせるってことだね。これね、代替。